にちは。あ、田竹です。はい、今回はサントラ、まあ、多分前回ちらっと説明はしたっすかね。はい、これを、まあ、これもね、ちょっとレストア系をちょっとしていきたいなと思っております。はい、もともとナス屋さんが多分これは所有していたものだと思うんですよ。なんすかね、こう黄色に青にっていう、まあ、ベンチされていて、でそれを後からこう上を白に塗ってるんですけど、あのステッカーを貼って剥いだらなんと白がお前ちょっと ついてきちゃった。なるほど、だいぶ焼けちゃってたんですね。うん、なのでまあまあこれじゃあね、当然ダメやからと、いう形でね、まあ、やっていきたいです。まあ、内装はもうサビもあるし、まあ、口にもあるんですけど、まあ、でも嬉しいポイントとしてはフック、あ、しっかりとこれがね、全部残っとる。おそう、まあ、サビとかはあっても、まあ、それはでも仕方がない。ここもね、これうちのステッカーを貼って貼りなら全部丸ごといっちゃってる。そうこれ鉄板ですか。待って、あ、ただもう鉄板の G が完全に見えちゃったっていう感じですね。こういうのも食べてるけど、でもほとんどね、まあ、当時のまんま、うん、状態がいいような。そうで、本当はこういう穴はないよね。この6個ね、3個、はいはい、これまあ、個人的に釣りが好きで、あ、ロッドホルダーをここに無理やりつけて竿をこう刺して、なるほど、6本刺して走ってるっていう時期があって今思ったらもったいないよね、穴なんか開けちゃいかんかったな思ってまあやってしまったことは無駄だな、うん、最近あったら言ったらこのバーが車検が通らなくて、あ、でステンレスのパイプを、まあ、シャイで曲げて止めとったんだけど、はい、あまりにもかっこ悪い。あ、なるほど。ここだけね、キラキラなんか言ったらね、で、まあ、ヤフーで買いました6,000円ぐらいした。高いですね。高い、このバーが6,000円。そう、マジっすか。3本でほっぺらっぺらよ、これね、すごいぺらっぺら。さあ、内装、さあ、内装確認です。まあ、タコメーターなかったんで、まあ、オートメーター。あー、いいやつついとるな。うん、で、この辺もね、すごく変わっとったんだけど、まあ、後でまた紹介します。見せますね。で、変わっとったんやけど、まあ、わざにその、まあ純正のやつを買ってきて、うんうんうん、まあ、これがねちょっともったいないかな、このボタンが。ダサい。これでもダッシュすごい綺麗ですね。そう、茶色がね個人的にはうん思うんやけどね、うん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 、黒がいいなと思うけど、まあ、これも最初からされとったんで、ここに入れた時から。なるほど。いや、でもすごい綺麗じゃないですか。うん、で、まあ、ちょっとした小物、あ、水中化シフトの、うん、のアダプターをあ、なるほど、ボルトを旋盤で、はいはい、あ、自作して、そう、自作して作ってるというあとは何かな、内装で言ったら、まあ、アルミ板やったのを、まあ、カーボンシート貼ったとか、あーはーはー、うん、ちょっとでもそのキラキラさせたくないんで、はいはいはい、ぐらいですかね。ちなみにこれは何年式の車両になるんですか。これは62年。62年式、うん、62年ですね。62年って言ったら今が何年ぐらい前なんですかね。昭和62年。昭和62年やから33年の4年35年。35年前。35年ぐらいやかな。もう立派な旧車の域ですね。うん、はい、昭和やけんね。そうですね、昭和やけん。向こうにあるね、僕の車はあれ平成やけん、これは昭和やけん。でもサニトラって結構長い年月生産されてたんですよね。そう、あったんすよ、まあ、後期、革命のね、後期、革命の、これももともと前期の。これ前期は丸目、丸目、後期が革命、後期革命おだったと思った。ちょっと曖昧、誰か答えない。多分コメント欄で書いてくれるはずです。買ってください。で、エンジン周りいきます。はい、ね、あ、なんか指突っ込めるぐらいの。よいしょ、はい、まあ、今のところはパッと見はこんな感じ。元のカラーはブルー。うん、まあ、これがね、ガス屋さんの色じゃないんかな。ああ、なるほど。そう、ははは、ガスボンベを運ぶあのガス屋さんってよくね、その黄色と青とか
まあ純正でこねるあったのかどうかはごめんなさい、覚えは僕は分かりません。ひょっとしたらオリジナルかもしれません。なるほど。で、まあ、パッと見ね、エンジン、まあ、A 型エンジン、はい、まあ普通じゃんと思うかもしれませんけど、はい、実はこれはね A15 バネのエンジン、トラックです。おお、うん、1500cc です。純正はちなみに何 cc？ 1200ですね。 1200cc、 うん、それをまあわざわざ A15 を乗せ替えて、うんうん、でキャブレターはこれ確かね2TG の純正のスレックス、 2TG っつったらトヨタですよね。そうそう、セリカとかトヨタのレビン、セリカもあったっすね。ですね、うん、あそこら辺の加工してつけたっていう。いや、もうそのままキャブはポンポン、あ、ポン付けで、そう、もうマニだけ。へえ。こっからがちょっと面白いんだけど、はい、こいつらは中空リフター、まあ、リフターっていうものがあって、はい、それが結構まあ素人とか押して、まあ、カム、まあ、バルブ開けたりするんだけど、うん、その中空リフターがまあ昔ニスモだったと思ったんだけど、うん、あって、でそれをまあ購入して、なぜそれがいいのか言ったら全然軽さが違う、エンジン付けが変わっちゃう、はいはいはい、まあ、よくね、周りが軽く回るっていうので、まあ、それに変えています。で、エンジンはまあもう何年前かな、もう十何年前なんだけど、そのオーバーオールしました。はい、でポートもまあ一応研磨とバルブも軽量と鏡面、タコ足がもう4インチね。うんうん、うん、ほとんど手が入った。そうですね、調子悪いけどもうほっとったけんね。あー、なるほど。そう、まあまあやっぱね、動かしてやらんと。そですね。で、残念なことにカムシャフトをそのままバレットのカムシャフトを使ってるんで、まあうちダイナパッドあるんですけど、回したところで回転が上がらない。あ、頭打ち、はいはい、5500ぐらいやったかな、それ以上回らない。あ、うん、多分まあカムシャフトが原因じゃないかなと、まあ、僕は思っています。もう本当に元気にもこうビンビンに回るって言ったらどれくらいまで？いやー、すごい、1万とかね、本当これ。え、そんなにいくんですか？うん、K 型、A 型はね、すごいね。そんなに回るんですか、このエンジン。はぁ、クッションの方が、GX5 B110 のサニーの純正直結5速、直結ローバックミッション。もうなんかあの不思議な単語が並びすぎてちょっとピンときてないけどそうそうね、ほんとちょっと不思議な、ね、はい、単語がいっぱい並ぶんだけど、はい、普通のミッションって、まあ、4速、まあ、5速ミッションね、まあ、4速ミッションもそうなんだけど、4速が直結っていって、まあ、エンジンの力を、まあ、最終的にプロペラションまで行くのを直で回して1対1っていうのが比率になるんだけど、はい、これが5速がその1対1、うん、なので普通のミッションの1から4までの間に1から5が入ってる。おーっていう風な意味合いで考えてもらったら分かりやすい。で、あとはなんだ、バックの位置がローバックって言ったのが、普通はこう H パターンで、ただ1速は左上が普通1速、うん、はい、でもこいつはローバック、ロー1速はロー、うんうんうん、なのでバックは左上、この位置のところにバックがある、はい、1速はその下、2345、あ、ずれてるんですね。そう、ちょっと変わったミッション、まあすごく特徴があって高いよ。高いですかもう車だけじゃなくミッションまで。そう、ミッションね、うちの親父がどっかで見つけてきて、あ、トップに積んで帰ってきた。トップに積んで伝説のミッション。そうなんです、トップに積んで伝説のミッションが帰ってきたらしいですよ。うん、主玉のエンジンとミッションね、いいな。こういうのが、ね、嫌いなんよね。ああ、ちょっと潰れてますね。そうそう、嫌いなんよね、はいはいはい、これもいらんけんね。もう、あ、これ水温センサーですかね。そう、もうのけた。あ、のけたんですか。そう、メーターを変えた時、ほうほうほう、乗せたね。これがね、もともとついとったメーター。あー、もう鉄板切り出しなんですね。そう、ダッサいことない。ちょっと好みは分かれるかもしれん。うん、なので、まああちらのようなものを、はい、そうですね、こっちの方がシックでかっこいい。うん、やっぱかっこいいと思います。かっこいい、かっこいい、ね、ちょっとレーシーな、レーシーすぎる。まあ、昔のね、なんかちょっとやり方っていうか ね、ちょっと鉄板切り出しで軽量化しましたみたいなね。アルミ言うてもね、ね、ダサかったらね、うん、
好みじゃないです僕は、ね、じゃあちょっと下回り上げるんで、はい、まあ上げてみましょうか。そうですね、